沖縄テレビ放送株式会社は沖縄県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。通称は沖縄テレビ。コールサインはジュフ DTV。富士テレビ系列に属しており、デジタル放送のリモコンキー ID はアナログ親局の 8CH から8でキー局の富士テレビ、純キー局の関西テレビと同じ。 創立当初よりフジテレビが関わっていたことから FNN 系列のテレビ局となっており同系列のフルネット局である。現在はフジテレビ系の全国ネット番組は原則として全て放送されるようになった。しかしながら沖縄県には日本テレビ系列局がないためフジテレビ系のローカル枠の時間帯に日本テレビ系列の番組も一部放送されているほか、 毎年夏放送の24時間テレビ高校生クイズ及び年末年始の高校サッカーの中継にも参加している。本局初代社長の愚紙徳介はフジテレビの前に日本テレビを訪れ時期尚早と断られている。かつてはホームページのリンク集に FNS やフジテレビ系列各局の他に日本テレビとテレビ、東京のアドレスが掲載されていたこともあった。 なお、本土復帰前の一時期に NHK の番組も放送していたことがある。富士テレビ系列のシニアアニメ枠、ノイタミナに関しては一度も放送実績がない。大東諸島では2011年7月22日に北大東島、南大東島にて NHK 在中各社と同時に地上デジタル放送中継局が開局した。これにより、 これまで放送されていなかったオットー部のローカル番組が視聴可能になった。さらに日本テレビ系やテレビ東京系の番組を含むローカルセールス枠の番組も視聴できるようになった。以前は大体として富士テレビなど在京各社により東京から衛星通信で送られていた小笠原諸島向けの中継波を受信し地上波に変換して放送していたが、 2010年6月30日に地上波での放送は終了。それ以降は総務省が地デジの南朝地域向けに行っている BS デジタル放送でのセーフティーネットで番組を流していた。沖縄県内の情報は電話回線により画面へのテロップ挿入で伝えられていた。本社所在地は那覇市雲寺一丁目二番地20号。 郵便番号は九ゼロゼロの八五八八。主要株主は、富士メディアホールディングス同社の持ち分法的用関連会社。提携新聞は、琉球新報と西日本新聞社。なお富士山系グループの山系新聞の橋局が、社屋内に入居している。二0 1年二月、本社老朽化のため、沖縄県那覇東町会館を落札することに成功したことから、 今後会館を解体、新築後に移転を予定している。2014年には新社屋の建設へ向けてプロジェクトを開始したが、2020年12月時点で移転の目途は立っていない。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日1960年代の沖縄テレビ社屋富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図地図上で赤く塗られている地域のねが ID8 である放送エリアは沖縄県と鹿児島県奄美地方の一部地域リモコンキー ID 82011年7月24日、定派時点沖縄本島及び周辺先島諸島、大東島には最後まで中継局は設置されず2010年6月まで富士テレビを代替送信していた。太字は字幕放送。主な自社制作番組富士テレビ系列の自社ネット、番組制作局の表記のない番組は富士テレビ制作。 他系列ネット番組日本テレビ系沖縄県には日本テレビ系列がないため日本テレビ系列番組の番組販売による放送がされているだけでなく24時間テレビや高校サッカー、高校生クイズ等特別番組の沖縄での参加局を務めるなど日本テレビ系列との提携関係がある他にはスポンサードネット番組を多く放送したり 日本テレビが放送する FIFA ワールドカップにおける日本の試合が沖縄でも放送される場合は当局が受け皿となるなど土日に放送する番組のスペシャル版はほとんどが放送時間を変更して放送される。24時間テレビはフジテレビ系列同時ネット番組が放送される時間帯がある関係で一部時間帯はフジテレビ系列の番組に差し替えている。 制作局の表記のない番組は日本テレビ制作。スポンサードネット番組、番組販売扱い特別番組2016年度以降は、日曜区時代の沖縄ローカル部の時間が短縮。さらには2017年度からは、沖縄テレビの玄関前で、パーソナリティ二人のリポートに固定されているテレビ、東京系民間放送教育協会自社 制作番組朝10時枠夕方枠土曜18時枠土曜18時30分枠月曜19時枠深夜枠多,多数富士テレビ系列の時差ネット番組富士テレビ系列の同時ネッ,ネット番組ネット番組日本テレビ系エトセトラテレビ東京系エトセトラテレビ朝日系エトセトラ民間放送教育協会その他沖縄放送協会会局まで放送された NHK の番組へとセトラ。大半の番組は、オットオブサイドで独自にスポンサーをつけて、番組の前後に CM を流した。男性女性、ありがとうございます。